まずは一つ謝罪しなければいけないことがあります。前回の現役ポイントガードの動画でルール説明をした際、ポジションはこのサイトを参考にしていると言いました。このサイトで記載されているポジションはシーズンの中で一番長い時間を過ごしたポジションです。で、一つ問題がありました。もうみんなわかってると思うので、もうあらかじめネタバレしちゃいますが、この動画のリストの第1位はジェームズ・ハーデンです。俺はこのランキングを作る際、ハーデンだけは1位確定1位確定という要領で確認せずにランクインさせたのですが、実はクリス・ポールの怪我などもあり、今季ハーデンはポイントガードで過ごした時間が一番長かったのです。つまり厳密に言えばハーデンはこの動画に出るべきではないのです。だから今回は許してください。一応クリス・ポールがいる時はシューティングガードでしたので、間違った情報ではありません。だから許してください。それでは動画の始まりです。皆さんこんにちは、こんばんは、ニコラス・タケシです。今回は前回の現役ポイントガードトップ10、2019年版に続き、今期の現役シューティングガードトップ10をランキングしていきたいと思います。今回のランキングの基準は前回のポイントガードの動画と全く同じなので割愛しますが、画面の通りです。またシューティングガード編は第1位以外は非常に難しかったので、まあ、皆さんもその攻撃的にならずに、ぜひ自分の意見をコメント欄に書いてください。第10位、バディ・ヒールド。今季急にリーグトップクラスのシューターに成長したヒールド、同じキングスのデアーロン・フォックスと共に多くの人をサプライズさせました。シーズン平均 20.7 得点、5リバウンド、2.5 アシストを残したヒールドは、1試合平均8本近い数の3を打ちながら、それを 43% の確率で沈め、合計278本の3をマークしました。この確率はリーグ7位で、この合計数はリーグ4位です。キングズの発展途上のバックコートの2番を務め、若いながらも大きなインパクトを残しているヒールドは、今後の成長が楽しみな選手の一人です。余談ですが、あのレイ・アレンですら最高で269本しか決めてないのに、スーパースター扱いされてないヒールドが278本も決めて、しかもそれがリーグ4位って、もうほんとすごい時代になったもんですよね。第9位、ルカ・ドンチッチ。さあここできました、ルーキーセンセーションルカ・ドンチッチ。とにかくうまいんですこの人。もう試合を通してみると、もうね、うまいとしか言えない。うん、身体能力が高い方ではなく、派手なダンクやブロックはできないのにもかかわらず、彼は見ている人みんなが声を上げるであろうプレーを連発することができ、それと同時に安定感というものを出しているので恐ろしいです。今季は新人としては異例の 21.2 得点、 7.8 リバウンド、6アシストを残しており、その辺のベテランを簡単に凌駕する活躍を見せました。ドライブもシュートもパスもリバウンドもできます。数字上での唯一の弱点といえば 33% のスリーポイントシュート成功率ですが、別にこれも壊滅的に低いってわけではありませんし、勝負どころではしっかり決めてくるので問題ないでしょう。あ、そうそう、一応みんな聞いたと思いますが、こいつぶっちぎりの投票で新人王でした。第8位、ザック・ラヴィーン。ジミー・バトラーをトレードしてからいまいちパッとしないシカゴブルーズですが、そのバトラーとの交換でやってきた選手の一人であるスーパーダンカーザック・ラヴィーンは、彼らの未来が明るいことを示しています。最初の4試合で平均 32.3 得点を残し、初っ端から MIP 確定と言われたザック・ラヴィーンですが、さすがにそのペースを維持することはできませんでした。ですがそれでもリーグ16位の平均 23.7 得点には目を見張るものがあります。しかもその上でしっかり 4.7 リバウンドと 4.5 アシストを残しており、ブルズの有望な若手コアの一人として活躍しました。しかもラヴィーンの場合 47% のフィールドゴール成功率と 37% のスリーポイントシュート成功率を残しており、悪いチームにいて大量にシュートを打つから数字が良くなっているわけではないのです。ちなみに余談ですが、めちゃくちゃ好きな選手の一人です。第7位、デマー・デローザン。10位のヒールドと違い、今まで以上にミドルレンジ大好き男になったデローザン。
まあ大部分はポポビッチ監督の元に行ったからだと思いますが、デローザンからしてみれば大好きなミドルレンジがいっぱい打ててよかったんでしょうね。その証拠に彼はケビン・デュラント、カイリー・アービング、チームメイトのオールドリッジなどと並んでリーグ最高クラスのミドルレンジシューターとして活躍しました。平均 21.2 得点、 6.2 リバウンド、6アシストを残したデローザンはなかなかに高い 48% のフィールドゴール成功率も残しており、いいシーズンを残しました。ただポポビッチっぽいっちゃポポビッチっぽいのですが、今季デローザンはスリーポイントシュートを毛嫌いしました。合計アテンプト数45、成功確率 16%、 合計成功数7本、はい7本。まあそれを踏まえてもこの順位で問題ないでしょう。第6位、ドリューホリデイ。ペリカンズではアンソニー・デイビスのドラマが取り上げられすぎて非常に影が薄くなってしまいましたが、地味にめちゃくちゃ活躍しました。このコンボガードは大体何でもできます。シーズン平均 21.2 得点、5リバウンド、 7.7 アシスト、フィールドゴール成功率 47%、 得点面ではさっきのデローザンと同じぐらいだし、アシストはリーグ5位の数字だし、フィールドゴール成功率も悪くないし、しかもですよ、これに加えて彼はオールディフェンシブセカンドチームにも選ばれました。彼のことをリーグを代表するスーパースターと呼ぶ人はおそらくいませんし、事実彼はそのレベルの選手ではありません。ですが彼の実力、スタイル、リーダーシップ、そして安定感はどこのチームも欲しがるものでしょう。第5位、ドノバン・ミッチェル。一昨年の新人王で、ちょっと待って、違う、新人王はベン・シモンズだった。でも待って、新人、2年前にリーグ入りをして圧巻のパフォーマンスを残したミッチェル。今年の前半はソフモアスランプで少し落ち着いていましたが、後半は大爆発。最後の42試合では平均27点近い数字を残しました。シーズンを通しても平均 23.8 得点を残しており、これはリーグ15位の数字です。まあ2年目の選手にしては悪くないんじゃないかね。さらに 4.1 リバウンドと 4.2 アシスト、何より特筆すべきは強豪チームのエーススコアラーだという点で、もちろんルディ・ゴベアなどのチームメイトにも恵まれてはいますが、それでも仲間たちを引っ張る能力があるということです。それがどれだけすごいかは誰でもわかると思います。第4位、デビン・ブッカー。やはり非常にもったいない選手です。彼自身の才能は火を見るより明らかなのに、チームはかなり弱いです。エイトンといった粒はあるんですが、勝利につながっていません。ですがそれは置いといても、ブッカー自身はなぜ自分が未来のスーパースターと呼ばれているかを証明しました。今季平均 26.6 得点という数字を残したブッカーですが、これはなんとリーグ7位の数字です。シーズンの途中では2試合連続50点ゲームを残しましたし、とにかくリーグ屈指のスコアラーとして活躍しました。今季は今まで以上にプレイメーカーとしての役割も果たしており、リーグ14位の 6.8 アシストも残しました。チームを勝利に導けていないという理由で彼の評価を下げる人はいると思います。俺も確かにそれは大事だと思いますが、正直かわいそうなほどサンズのフロントはダメダメなんです。だから俺はこの順位で妥当だと思います。トップ3に入る前に惜しくも枠の紹介です。非常に惜しく、もう本当どっちに転んでもおかしくないぐらい惜しかったのが CJ マッカルム、あとは JJ レディック、ルー・ウィリアムス、ジョシュ・リチャードソン、ジョー・ハリスなども惜しかったです。第3位、ブラッドリー・ビール。ジョン・ウォールが怪我でシーズン全休を発表した時、ほとんどの人はウィザーズを記憶から消す準備をしたでしょう。俺もそんな感じでした。ですがこのビールという男の活躍はそれだけでウィザーズのシーズンを忘れがたいものにしました。シーズン平均 25.6 得点、5リバウンド、 5.5 アシスト、 1.5 スティール、フィールドゴール成功率は 48%、 得点面ではリーグ11位の平均得点です。しかも考えると面白いのが、ジョン・ウォールがいなくなることで実は得点が難しくなったということです。ディフェンスは彼に集中しますし、何よりウォールのような司令塔がいないということは、今まで以上に自分のシュートを作らなくてはいけないということです。さらに言えばビールはオール NBA 票がこのリストで2番目に多い選手でした。だからそういう小さいことがいろいろ積み重なって、彼はこのリストで3位の座をもぎ取ったのです。第2位、クレイ・トンプソン。なんかやっぱりめちゃくちゃ安定して強いんですよね、トンプソンって。今季はステフ・カリー、ケビン・デュラント、そして一時期はデマーカス・カズンズとプレーしながら安定して 21.5 得点。それ以外で特筆すべきスタッツはありませんが、とにかくオフェンス面ではシュート力が半端ないという理由だけで大きく貢献します。フィールドゴール成功率は 47%、 スリーも 40% の確率で決めており、安定のトラウマ・トンプソンです。
合計3成功数もリーグ6位の241本。よくスラムダンクとか黒子のバスケとかで入り出したら止まらないタイプのシューターって言葉が出てきますが、クレイ・トンプソンこそまさにそうです。敵からしたら1本入ったらあと 2,3 本は連続で決めてくるって思った方がいいです。しかもその上にオールディフェンシブセカンドチームにも選ばれているので、攻守にわたって存在感を示す選手だということがわかります。いろいろ言いましたが、これだけは言わせてください。無事怪我から復帰してください。第1位、ジェームズ・ハーデン。もはや説明はいらないと思います。平均 36.1 得点、もう1回言います。平均 36.1 得点、もう1回だけ言います。平均 36.1 得点はリーグぶっちぎりの1位でしたし、その上で 6.6 リバウンド、 7.5 アシスト、2スティール。ちなみに平均アシスト数もリーグ7位、平均スティール数もリーグ2位です。スリーポイント成功数378本はあのステフ・カリーを抑えてリーグ1位ですし、これは2016年のカリーに次いで歴代2位の数字です。オール NBA ファーストチームにも余裕で選ばれましたし、票もガードとしては1位でした。 MVP 投票では最終的にはヤニスに負けたものの、どっちに転んでもおかしくないぐらい活躍をし、今でもハーデンが勝つべきだったという人は少なからずいます。バスケで最も難しいシュートの一つと言われているステップバック3を本当に武器として使い、それをシーズンずっと維持させた初めての選手とも言えるでしょう。そして忘れてはならないのが今季樹立した連続30点試合の記録で、その数なんと32試合。これはあのコービーもジョーダンも達成できなかったもので、ウィルト・チェンバレン以外の選手ではぶっちぎりの1位ですね。だから言ったでしょ、説明なんていらないんです。いかがだったでしょうか。前回と似たようなコメントしか残せないと思うので、今回はエンディング短くしますが、まあ意見がある方はどんどんコメント欄に書いてください。ただし一つ、ダニー・グリーンは、入りません。それだけです。このチャンネルでは NBA のランキングなどを取り扱っております。これを見ているあなたが NBA ファンだったりバスケファンだったりしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。またこのチャンネルは不定期更新なので、いち早くこのニコラス・タケシの声を聞きたい方は、下のベルマークみたいなやつを押して通知をオンにしてください。セカンドチャンネルもあります。そちらではラジオ系動画を上げております。リンクは概要欄にありますので、ぜひ登録お願いします。Twitter もやっているので、そちらもチェックしてみてください。リンクは概要欄にあります。皆さん、今回も見に来てくれてありがとうございます。それでは、See you next time!